本日はですね、急遽遠隔になってしまいまして、申し訳ありません。それから急なですね、予定の変更で、事務局には大変ご迷惑をおかけいたしました。今回ですね、非常に参加するのを楽しみにしてたんですけども、非常に残念ですが、この会のですね、議論の、足しになるようなネタをですね、いくつか投下できるかと思いますので、ちょっとですね、気を取り直して、お話しさせていただきたいと思います。で、今日のお話なんですけども、JST のですね、未来社会創造事業というところで AI ロボットを活用してですね、生命科学の研究の自動化をするというような課題が動いておりまして、こちらのですね、アクティビティの紹介をまず今日のベースとしてですね、お話しさせていただきます。で、この話はですね、様々なところで、何でも同じことを言ってますので、聞いたことがある方も多いかと思いますが、今日の話の、土台ということで、聞いていただければと思います。で、次にですね、今日のテイクホームメッセージになると思うんですけども、我々がやっているですね、この自動化、さらに自動化を超えてですね、自律化まで行きたいと思ってるんですけども、これがですね、生命科学、バイオインフォマティクスの長年の夢であるですね、生命科学全体の情報化、あるいは、さらに、基盤としてはデータベース化というものがあるわけですけども、こういったものにつながっていくんじゃないかということを我々考えておりまして、このアイデアをですね、共有させていただきます。で、最後に、この話は基本的には、どちらかというとロボット的な話になってくるんですけども、この科学基盤モデルをはじめとするですね、AI をどういうふうに活用していくかというところもちょっと落ち穂拾いする形でですね、AI ロボット行動科学と題してですね、3つ目の話題としてお話しさせていただきます。で、まずですね、その1番目のロボティックバイオロジーの課題のご紹介なんですけども、我々ですね、5年ぐらい前から JST の未来社会創造事業の一環としてですね、ロボティックバイオロジーという課題をですね、遂行しておりまして、これは一言で言うと実験をプログラミングにするということです。テクノロジカルにはそういう意味ですと。で、具体的に何が実現できるかというと、こういうですね、ロボット実験センターみたいなものを将来的にどこかに構築してですね、ここに、将来の研究者はパソコン上でこの実験というものをプログラムの形で組み立てると、これをクラウド上にあるですね、ロボットに投げて、で、結果が返ってきますと。で、そうするとこの結果とですね、この実験プロトコルのペアを持って、インターネットを介してですね、即座にこの結果を共有できるわけですね。で、そうすると第三者であるですね、実験家なのか理論家なのかどちらでもいいわけですけども、別の方がですね、研究者がダウンロードして、これを推進もできるし、新しい実験の改良もできるという形で、生命科学の研究自体をですね、早く早く回していくということによって結果として生命科学研究の加速ができないかと、そういうアイディアが根本にあります。で、こういうアイディアをですね、我々、ちょっと情報科学的に言うとですね、ラーズと呼んでます。ラボラトリーアザサービスですね。ラボをサービス化するということです。で、このアイディアのですね、プロトタイピングのために、理研のですね、神戸事業所の中の IRB という建物があるんですけども、この3階のフロアにですね、ロボティックバイオロジープロトタイピングラボというものを構築しております。人型のロボット、マホロがあったり、1台、2台、裏の方に3台目あるんですけども、それから、テカのですね、自動分注器があったり、で、左の奥のスペースはですね、このメインのスペースは基本的にはロボットが独立して動く部屋なんですけども、左の方はですね、ロボットと人間が共同で、サンプルだったりですね、試薬を調整する場と、ここで、人とロボットの共同というものを実現するというようなことを、我々いろいろ試行しているところです。で、拠点としてはですね、主にヘッドクォーターが神戸にあるんですけども、東京のですね、産総研、人工知能研究センターであるとか、それから今日も、この後お話しされると思いますけども、筑波大学の尾崎さんにも入っていただいておりまして、そういうところ、にもですね、拠点を持っております。その他ですね、慶応大学の方では、ロボット駆動科学のですね、世界的に先行する形で、授業をやるというようなこともですね、人材育成の一環としてですね、このプロジェクトの一環として行っております。参加機関としていろんな企業さんにも入っていただいていますということです。で、これ、6、7年前になると思うんですけども、この課題に我々応募させていただいたときにですね、作った資料がこれで、将来的にこういうロボット実験センターというものができてきたときにですね、これただ単に実験が自動化されるだけではないぞと、新たなですね、産業が立ち上がるんじゃないかというような構想をですね、ぶち上げさせていただきました。
つまり、このロボット実験センター集積されるということはですね、創薬のシーズンも、それから、研究室からのアイデアプロトコルも入ってくるし、臨床資料も入ってくるし、大規模実験の、需要があることによって、ここでデータも算出されるし、で、それを支えるためのバイオリソースも必要、データベースも必要、試薬機器、物流も必要ということで、20世紀の石油コンビナートみたいな形でですね、それは規模は小さいと思いますけども、こういう産業のネットワークが、エコシステムができるんじゃないかと。で、そうすると、ここから出てきたデータというものを活用して、新たなですね、これが本当にどういうものになるかということは、まだまだ構想中ですけども、新たなですね、産業の立ち上げもなるんじゃないか、みたいなことを、書かせていただいて、これも数字上ですね、掛け算、いろいろ掛け算していくと、国内で2000億円、世界で数兆円の規模の、新規市場になるだろうと。根拠がある数字はあるんですが、そういうことを書かせていただきました。ただ、これ書いたときは、我々としても半信半疑だったんですけども、去年のですね、日経新聞の報道でですね、ラボラトリーオートメーションという分野、今の話の中の一番基盤となるそのオートメーションの部分だけですよ。その上に乗っかってるアプリケーションのところは別にしてもですね、近々、1兆円規模の市場になるというような報道がありまして、我々が考えていったことがですね、本当に実現しつつあるんだなということをですね、感じ始めているところであります。我々主力として使っているのが、ここに出ているようなですね、ラボドールマホロという、人型のロボットなんですけども、こちらは産総研の夏目先生がですね、発明されたもので、これを産総研、技術移転ベンチャーとしてですね、製品化するときに私も最高情報責任者として参画させていただいて、開発に関わったものです。で、これ、ロボットで、なんですけども、基本的には人が使うですね、器具だったり、機器をそのまま使うことができると。それから、ここに奥の方に自動顕微鏡があったりしますけども、こういう他の機器との連携というものも取ることができるので、これ自律的にですね、その今自分が何をしなきゃいけないかということを判断しながら実験を遂行することが可能になっています。で、それからプロジェクトにはですね、産総研人工知能研究センターの三山さんにも入っていただいてるんですけども、この実験ロボットのですね、デジタルツインというものの構築をお願いしております。このユニティっていうソフトウェアがあるんですけども、3D モデリングしてですね、バーチャルラボを作って、そのバーチャルラボと実際のロボットとの情報をですね、同期させるということによって、リアル空間からバーチャル空間に情報を流して、この状況を確認することもできますし、逆に仮想空間の中でいろいろ試行錯誤してですね、シミュレーションして、その結果、一番よくできたものをですね、リアルに返すみたいなこともできるということであります。で、ここまで技術的な解説でしたけども、アプリケーションとして、我々としてはですね、今、細胞バイオに注力しております。細胞バイオっていうのはですね、生命科学の研究現場で、非常にですね、生き物の都合でですね、人が動かなきゃいけないですし、非常に繊細な操作が必要なので、研究現場のですね、労働環境安全性の改善においては非常に鍵になるものであります。それから実験そのものの製品にも直接関わるところですね、非常に重要な実験操作になります。で、これをですね、この暗黙知も含めてですね、ロボットに動きを覚えさせて、で、それだけではなくて、自動顕微鏡と連携することで細胞のイメージを取って、で、これを機械学習で認識して、さらにですね、モデルベースという手法でですね、この将来的にこの細胞の状態がどう変化していくのかと予測し、その予測をもとに、ルールベースという方法で、次にこのロボットが何をすべきなのかということを判断し、というようなクローズループを構成します。そのことによってですね、ちょっと古いデータですけども、2019年の年末から2020年の年初にかけてですね、10日間、このロボットがですね、細胞のお世話を、細胞のセル9、1セル9にですね、同時に、この細胞のお世話をですね、人の介在なしに行うことができたと。ちょうどコロナの前でしたので、このコロナ状況ではですね、非常に役に立った技術であります。で、それからもう一つ、今のお話のですね、ちょっと延長線上にあるお話ですけども、この眼科医の高橋正代先生とですね、連携いたしまして、この iPS 細胞をですね、この実際の目の患者さんの細胞、治療に使う目の細胞、網膜色素上皮細胞でもありますけども、これに分化誘導するというですね、40日間かかる非常に複雑な実験操作があるんですけども、これをロボット化し、で、さらに、そのですね、最適条件というものを、ベース最適化という手法を使ってですね、AI が、探しに行くと。
ということで、条件としてはですね、掛け算するとすべて全通り3億通りぐらいあるんですが、これ1回の実験に200万円ぐらいかかりますし、40日間かかるので、全通り試すことは不可能という状況の中で、AI を使うことによって150のですね、候補条件に絞り込んで、そこから得られる情報をもとにですね、最適なものを探していくということに成功いたしました。このラボのですね、非常に熟練したテクニシャンの方でも、こういう実験の最適化というのが5年ぐらいかかると言われていますけども、これをロボット AI で半年間で自律移行いたしましたので、約ですね、10倍ぐらいの研究加速効果があったんではないかというふうに我々は思っております。で、さらにこのお仕事のですね、発展系の形で、理研の方で開発しているですね、このロボットシステムと全く同じものをですね、神戸アイセンター病院の方でですね、コピーを置かせていただいて、で、さらに、理研の方は基礎研究ですので、クリーン度等ですね、いろいろ条件に関しては、緩い形で進めてるんですけども、人の患者さんに使う細胞の場合には、高いレベルのですね、正常性であったり、環境を、条件をですね、きちんとすることが求められるということで、このロボット専用のですね、細胞バイオ加工施設というものを開発いたしました。おそらく世界初です。で、これを使うことによって、理研側の基礎側のですね、ロボットで開発したプロトコルであるとか技術というものを即座にですね、この臨床現場のロボットに、トランスファーすることができるということで、この基礎と応用のですね、連携というものが、これによってですね、非常に加速されるというふうに見込んでおります。すでに稼働中です。で、我々の課題、実は今年度で終わりになるんですけども、この基礎の部分、基礎研究のテクノロジー開発の部分から細胞バイオのアプリケーションの部分まで、で、さらに、例えばオルガノイドであるとかですね、他の細胞の、細胞系に、対象を広げるみたいな、ことであるとか、さらにそこで作った細胞をですね、人の患者さんの治療に使うであるとか、そういったところをですね、高島さん先生の、神戸アイセンター病院、それからベンチャー企業である VCCT 社と連携する形で課題終了後もですね、この研究開発というものが自走して続けられるようにですね、そういった体制をすでに構築しておりますと。ということで簡単でしたけども、我々のプロジェクトのご紹介で、たまたまなんですが、来週の木曜日にですね、この研究のですね、最終シンポジウムというものをやります。この検索ワードで検索していただくとですね、参加登録ページが出てきますし、午後になると思いますけども、パンフレットをですね、会場で配っていただけるということですので、ぜひご参加いただければと思います。参加新登録締め切り9月中にしてましたけども、延長して前日まで登録できるようにしておりますので、ぜひお越しください。ということで宣伝でした。で、今日の本題のですね、この事実化から情報データベース化へというところなんですが、我々この AI ロボットを使ってですね、実験を自動化することによってですね、何を成し遂げたいのかという話をさせていただきます。これ実は尾崎さんに作っていただいたスライドを使いましてるんですけども、このラボの事実化ってどういうことかっていうとですね、今までもですね、この実験を自動化してますよということを謳っている研究機関、企業さんっていうのは様々あるんですね。あるんですけども、基本的にはですね、個別の機器の、運用の自動化が主です。で、それ以上にですね、その大事なところはですね、この機器だったりロボットの間で物を運んであげたりとか、それからそれぞれのプログラムをどういうふうに連携させていくかとか、そのあたりになってくるわけです。ですから、単なる自動化を超えてですね、この自律化まで踏み込んでいかないといけないと。なぜかというと、結局ですね、ここでやってるのは、研究者、運用者、開発者のペルソナ分離って難しい言い方してますけど、要はですね、このロボットラボを使う人がですね、研究者であるのにロボットのプログラミングもできなきゃいけないし、研究者であるのにロボットが失敗したら、メンテナンスもしなきゃいけないし、で、次世代型のロボットのことも考えなきゃいけないし、ということで、オーバーロードになってるんですよ。で、これをですね、自律化するということはどういうことかっていうと、研究者がですね、やりたい、本当にやりたいことは自分のですね、仮説予測のアップデートなんですね。ですから、ここに実験を投入して、で、中で、このラボの中で何が起きてるかをブラックボックス化して見えても、いいわけです、一旦。で、結果が返ってきて、このサイクルによって研究が進めばそれでいいわけですね。研究者は研究に、集中できるし、で、ここに図には書かれてませんけども、この中ではこの運用を行っている人とか、ロボットのプログラムを行っている人とか、次世代型ロボットを考えている人とか、そういう人たちがガシャガシャと動いていて、で、そういう分業がきちんとできるような状況にしてあげる必要がある。
で、それに必要な技術要素が自律化であるというお話です。で、これから、ここまでできて初めて実験のクラウド化、まあ、最初に冒頭にお話ししましたが構想ですね、もできますし、さらにこの後お話しますような、より高度なですね、AI 連携というものも、まあ、これが前提としてですね、成り立ってくるであろうということが、我々が、まあ、5年間のですね、プロジェクトで走らせて見つけた一つの知見ですね。で、このラボの自動化というものがですね、まあ、生命科学の情報化につながるというふうに思っております。今の、生命科学のですね、まあ、課題としてですね、まあ、そもそも論になりますけど、細胞システム非常に複雑なんですよ。遺伝子の数2万あるし、それをモデリングするために必要なパラメータの数は多分20万から100万ぐらい必要なんですよね。そういったですね、非常に複雑なシステムをですね、個別の分子とか現象に個別の仮説ベースで一個一個実験していってもですね、まあ、数が多いので、まあ、何万人いるですね、世界中の生命科学研究者が束になってやっていっても、なかなかですね、やらちが開かないってところがあると思います。で、これもう物量で攻めていくっていうところにですね、頭を切り替える必要があるんじゃないかと。で、かつですね、かつですよ。実験というものが、手でやってるとですね、あるところである人がやった実験と、他のところで別の人がやった実験と、実験の条件も違うし、きちんと、まあ、メタデータとしてですね、どういう試薬のロットを使ったかとか、どういう細胞をしたのかとか、正確に、ラボノートには書かれてない詳細がいろいろあるわけですよね。ですから、実験結果同士が比較可能でないというような、再現性の問題もあります。それから、今の、まあ、普通のですね、仮説ベードリブンの研究だとですね、成功実験、まあ、データにして、論文にすると。まあ、ここで、研究者は評価されるわけですので、やっぱりそこがどうしてもゴールになってしまうというわけです。我々も給料もらって生き延びなければいけないので。で、そうするとですね、失敗実験のデータであるとか、それから、まあ、この成功実験を支える仮説に直接貢献しないけど、非常に重要なはずのですね、情報をはらんでいる、宝の山がですね、現状捨てられていると。多分、10のうちですね、まあ、9は捨てられているという現状だと思います。このあたりの問題をですね、なんとか解決できないかと。で、これがですね、我々が構想しているこの RAS ですね。これが、こういう問題に、完全解決にはならないかもしれないけども、少なくとも大きくアプローチできるんじゃないかというふうに思っております。つまり、RAS クラウド化することによって、世界で行われた実験データがですね、同じ土俵で参照可能になるはず。理論的にはですよ。それから、さらに生命現象、こういった複雑なものを統一的に理解に必要なですね、巨大データベースが、みんながですね、分業してですね、いろんなところで実験することによって、今はそれ一個一個の実験でそれでおしまいになってるんだけども、みんなで実験することによって、データがどん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 一個のデータスペースに溜まっていって、それで生命現象のですね、全貌というのが徐々に明らかになるというような、ことがですね、必要ですし、これ向かっていくべきなんじゃないかと、まあ、バイオインフォマティシャンとしては思っているということです。で、じゃあ、そう今言ったようなことをですね、実現するために、じゃあ自律実験プラットフォームを作りましょうということなんですけども、技術的な要件は何なんですかということを考えると、これはまあ私が考えた、まあ、3要件と、まあ、この他にもあるかもしれないんですけども、まあ、自己完結性、技術性、再現性というのがあるかなと思います。自己完結性というのは、まあ、先ほど述べたことですね。研究者がですね、外から実験投げるときに、その内部の詳細というものが隠蔽されていることですね。まあ、エンキャプスレーションとかソフトウェア効果と言いますけども、これはそういうことです。それからもう一つはですね、きちんとその実験、ユーザーがですね、やりたい実験、あるいは使う、細胞とか資料等を、きちんと、スペシファイできる。デジタル的にスペシファイできる。まあ、これ技術性です。で、三つ目は再現性で、まあ、同じ、プロトコルを同じ、ID のですね、資料に対してオーダーすれば同じ結果が期待される。この三つが少なくとも必要であろうと。で、そのためには、じゃあ、さらに、遡って、技術的にシステムレベルの要件を落とし込んでいくとすると、自己完結性というものは、まずですね、このどんな実験がオーダーされるのかという、プロトコルとサンプルですね、サンプルの実験の対象と実験の操作、これが入力とされて、出力が結果として返ってくるということが、フォーマライズされているということが、必要でしょうし、技術性に関しては、このプロトコルとかサンプル同士がですね、技術レベルで比較可能である。同じなのか違うのか、違うということが分かるということが必要でしょうし、再現性に関しては、同じ操作がきちんとされるということによってですね、出てきた結果、当然確率分布になっているので、同じ結果が返ってこないんだけども、元々になっている、源となっている確率分布は一緒であるということが保証されているということ、この3つが必要であろう。
で、そのことによって、実験結果がですね、入力と出力のペアが揃うことが保証されていますので、ロボット試験やると。ですので、実験結果のデータベース化が可能になって、世界中の、生命科学研究者がですね、みんなが努力して、研究していることが全部無駄にならずにきちんと一つのデータベースに揃っていくと、結果が蓄積できるということですし、現状ですね、先ほど述べた問題にあったように、巨人の肩に乗れないわけですよね。巨人の肩に乗れない状況をですね、巨人の肩に乗れるような状況にできるんじゃないかということを考えておりますと。で、じゃあ、これを具体的に実現するために、まあ、必要と思われる技術要素をですね、ブレイクダウンして様々我々取り組んで開発してるんですけども、まあ、基本となる部分、根本となる部分としては、まずは記述の部分ですね。実験プロトム、記述言語、ラボコードというものを開発しておりまして、今までもですね、そうですね、ロボットとか機器動いてるわけですから、ベンダーそれぞれのプログラミングなされてるわけですが、これをですね、一つの書き方でいろんなものが連携して動けるようにするということを目指しておりますと。生命科学の実験というのは、ファクトリーオートメーション、自動車工場とか半導体工場と違って、その非常に幅広い、ことをですね、いろんな機器を使って、いろんなことロボットが連携してですね、動かないと一連の実験プロトコルって実行できませんので、こういう連携が必要です。ですから、コンピュータサイエンス的に言うと、昔のメインフレームとかですね、機種が変わるたびにですね、全部アセンブリ言語で、全部こうコーディングし直しだったんですけども、その後ですね、ユニックスの C 言語が出てきて、で、コンパイルし直せば、違う機種でも動くようになったし、今、Python ですと、まあ、このスーパーコンピュータ富岳でも、MacBook でも、Android でも、同じプログラムが Python プログラムが動くわけですけども、いわゆるそういうですね、高級言語に当たるものを作っていく必要があるんじゃないかということで、時間がないので、詳細ご説明しませんが、我々はですね、このための新しいですね、プログラミングパラダイムというものを、提唱しておりまして、オブジェクトフロープログラミングというものなんですけども、基本的には60年代ぐらいにですね、考えられたですね、データフロープログラミングの拡張です。データフロープログラミングっていうのはある関数があって、それに対して、情報が入っていて、まあ、パラメータが入っていて、これが何らかのフィルターがかかってですね、情報が出ていくという形になっているんですが、それに対して情報だけじゃなくて、細胞であるとか、プレートであるとか、試薬であるとか、ものが入って、ものが出ていくという形で、この関数の形で、一つ一つのですね、実験操作というものを記述して、それをこういうグラフの形で、有効グラフの形ですね、組み合わせることによって複雑な実験操作というものを、記述できるようにするということを目指しております。で、数学的にはこのデータフロープログラミングは関数型プログラミングと一緒ですから、等価であるということが証明されてますから、そういう数学的なテクニックが、まあ、様々適用可能であろうということです。で、まあ、こういうふうにですね、グラフの形で実験操作を記述できると様々いいことがありまして、この後尾崎さんお話しされるかなと思うんですが、そういうグラフの形でですね、この実験プロトコルを表現するとですね、様々ある、ラボの中のロボットであるとか、実験機器であるとか、そういったものに、時間制約付きで、いつですね、どういう操作をどの機器に振り分けるのが最適なのかみたいなスケジューリングというものが可能になってきますし、それから異種機器を組み合わせることによって、まあ単一の実験ロボットを使うときに比べていろんなものを組み合わせた方が、例えばスループット倍になりますよみたいな結果も得られております。詳しくは、さっきさんのお話、お聞きください。で、それから今、ご紹介したラボコードをネイティブ実行するためのですね、次世代型のロボットプラットフォームとして、まあ、アルデアというものを今開発しておりまして、開発進行中ですということです。で、あと、6分ぐらいですね。はい。じゃあ、3つ目の話題になります。今ですね、ラボの自律化から情報データベース化、生命科学情報データベース化というところで、まあ、ラボの、まあ、ロボット化、それから情報化ですかね。で、何ができるかというお話しさせていただきましたけども、今日のテーマで AI のところですね、もうちょっとここで触れられませんでしたので、まあ、最近の動向も含めてですね、お話しさせていただければというふうに思います。先ほど宮尾先生のお話でもありました大規模言語モデルですけども、非常に今、性能が上がっていてですね、これ、この前出た論文ですけども、自然言語処理の分野においてですね、もう LLM に新しい研究アイデアを生成させたと。で、人間とですね、LLM と両方生成されたアイデアをですね、ミックスして、で、100人以上の専門家でですね、盲検で、新規性どのぐらいなのか、どのぐらいワクワクするのか、実現可能性どうなのかみたいなところをですね、評価させたと。そしたらですね、LLM が生成した研究アイデアの方が、人間が生成したアイデアよりもですね、新規性と、それからワクワク度に関してはですね、
上回るというような驚くべき結果が得られましたというようなお話です。で、ただまあ実現可能性と多様性では少し劣る結果だったということです。まあここまで来てるということですね。で、それからこれも先月出た仕事ですけども、魚 AI というベンチャー企業がですね、機械学習の、研究のですね、全自動化というものをできましたという仕事を出しています。こういうですね、LLM 自体にですね、研究のアイデアを生成させて、それを新規性チェックしてですね、実験を計画させて、で、実験のコードを書かせて、実験して、さらにですね、この面白いところは、この出てきた、で、論文生成するんですけど、論文のレビューイングに関しても、まあ、コンピュータサイエンスの分野っていうのは、伝統的にですね、国際学会の、査読データっていうのは全部公開されてました、ますので、その査読データを使ってですね、トレーニングしたモデルを使ってレビューしてですね、で、その評価値をもとに、まあ、次のアイデアにつなげるみたいなことをやられていると。まあ、ここまで来ているということです。で、ただし、コンピュータサイエンスの分野って基本的にコンピュータの中で完結しているので、じゃあ自然科学の分野、実験科学でどうなるかというところが我々の興味でありますと。で、LLM、大規模言語モデルというのはですね、まあ、分類的には、まあ、いろんな見方あると思うんですが、言語モダリティに、まあ、注力した形での、いわゆる基盤モデルと呼ばれる AI の種類になりますと。これ、スタンフォードにですね、基盤モデル研究センターというところがあって、そこから出しているですね、この規定義に我々乗っ取ることが多いんですが、まあ、こういうことですね。まあ、今までの機械学習モデルと違ってですね、まあ、大量で多様なデータで学習し、かつ、まあ、事前にはですね、想定しなかったような多様なタスクに適用可能なモデルというものを基盤モデルと言いましょうということです。まあ、いくつかの特徴がありますと。で、一つですね、重要なこととしては、スケール性というのがあってですね、これは、OpenAI が2020年に発見したものですけども、モデルの規模をですね、モデルの規模と、それから、投入する計算量とデータセットのサイズを同時に、まあ、大きくしていくことによって、あたかもですね、再現がなく性能が縦軸性能で下に行くと高くて、横軸が計算量とかデータベースのサイズですけども、向上しているように見えるということを発見していると。これがベースになっているわけですね。で、生命科学の分野でもですね、いわゆる基盤モデルというものは、まあ、様々作られていて、例えばここにお見せしているのは、CTPT とか GFORMER と呼ばれるものですけども、1細胞の RNA シーク、遺伝子発現の基盤モデルです。で、まあ、それぞれ1000万、あるいは3000万細胞分の RNA シークのデータを事前学習して、遺伝子メールトークン化していると。で、これはどうして基盤モデルと言えるかというと、これ、遺伝子の発現状況の、マスキングによって、その予測をすることだけでトレーニングしてるんですけども、そのモデルがそのまま、クラスタリング、細胞種のクラスタリングとか分類とか制御ネットワーク推定みたいな、事前には想定してなかった様々なタスクに対応できるようになっていると。能力の総発が起きているということで、まあ、これ基盤モデルですということになるわけですね。で、もう一つ、最近の重要な進展としては、タンパク言語モデルというものがありまして、これも、タンパク質の配列も、言語の模様のものですから、次のアミノ酸、文字であるとか、それから TGC の文字であるとか、そういうものを学習させて、トレーニングしたモデルをタンパク言語モデルというんですけども、6500万本のアミノ酸シーケンスで学習されたモデルがですね、まあ、GPT、150億パラメータですから、大規模言語モデルに比べると、まあ、比較的小さいものですけども、そこまで大規模化するとですね、シーケンスの次の文字の予測だけで学習したはずなんですけども、タンパクのですね、高次構造の予測能力みたいなものが創発しましたというような結果も、まあ、得られていると。で、まあ、そういう結果が様々出てきてですね、そこで我々はですね、夢を見れるわけですね。私の夢はですね、もう私、キャリアの最初からですね、コンピュテーショナルバイオロジストとしてやってきてますので、原子、分子、パスウェイ、細胞、それから最終的にはエコシステム、生態系みたいな、その非常に高い層の複雑な姿をしているですね、生命システムというものを、こういうマルチモーダルな基盤モデルを使ってですね、データドリブンでもう統一モデルとしてですね、統合できるんじゃないかと。だから大規模言語モデルっていうのは、我々人類がこれまで書き留めた様々な言語情報の、まあ、データベースなわけです。それで結果、学習されているわけですし、それ以上のことは基本的にできないので、データベースなわけです。それと同じように、科学データで学習させた我々が見つけてきたですね、それからこれから発見する様々な科学データの総体を示すような、科学基盤モデルみたいなものを作れるんじゃないかと。まあ、これ目指す
大変ですし、何年かかるか、まあ、100年ぐらいかかるかもしれないけど、まあ、目指す価値がある夢なのかなというふうに思っておりますと。ただ、まあ、課題もありますということですね。何が課題かというとですね、データっていうのはですね、これさっき出したですね、グラフをもう一回出してるんですけども、縦軸が下に行くほど高い AI の性能、横軸がデータセットのサイズなんですけども、横軸がログで、縦軸リニアなんです。つまり、性能をちょっとずつでも上げるためにはですね、まあ、倍倍倍でデータが必要になってくると。これが、ね、どんどん続いていったらですね、いかに世の中にビッグデータがいっぱいあるといってもですね、いつか枯渇する運命にあるわけですね。そのスケーリングについてくるわけが、物理的についてくるわけがないので。じゃあどうするのかということで、まあ、いわゆる AI 用語でですね、エンボリメント、身体性と用語がありまして、これが鍵なのかなというようなことを思っております。つまり、ここで全部の話がここでつながるんですけども、基盤 AI、科学向けの基盤 AI ってものがあったときに、こいつ自体にですね、自分の知識の足りないところ、もっと知りたいこと何なのですかっていうことを実験条件、実験プロトコルの形で生成させて、で、同時に結果の予測もできるので、これを実験ロボットに投げて、で、返ってきたデータを使ってですね、これ予測と実際のデータの誤差情報を使って学習するっていうサイクルを作っていくと、さっきのスケーリングみたいな非常にビッグデータじゃなくてもスモールデータで必要なデータだけでどんどん賢くなる AI、科学 AI って作れるんですね。まあそういったアイデアでですね、この4月から2件でこのトピエージスというですね、科学基盤モデル開発プログラムというのが実は立ち上がってまして、私もこれに参画してるんですけども、まあこういうプロジェクトを進めてるというところです。ちょっと時間がオーバーしたので駆け足ですけども、ここまでにさせていただきたいと思います。で、最後にもう一つだけ宣伝させて終わらせてください。去年ですね、AI ロボット駆動化が今日お話したようなアイディアをですね、もっとこの多角的に検討するシンポジウムやりまして、まあ文科省さん、中区さんにも来ていただきました。それからトヨタの元社長の渡辺さんにも来ていただきました。で、これ議論してですね、ここを出発点にですね、勉強会シリーズをやっています。次回が10月の28日に東大でやりますので、これも AI ロボット駆動でですね、検索していただくと登録ページ出てきますので、ぜひこちらにもお越しいただければと思います。ということで、私からの話題提供は以上とさせていただきます。ありがとうございました。